はい、メタ家族ドエス、いつもご視聴誠にありがとうございます。今日は若干肌寒いですけど、はい、ビニールハウスの無加温状態で水温は20度あります。すごい高かったんですよ昨日。それでもういろいろね、すだれやったりとかいろんなことしてたんですけど、なんとか乗り越えました昨日はね。やっぱりビニールハウスって急にね上がっちゃうんで、本当その辺ね気をつけないといけないなというふうに昨日もね実感しましたけど、今日はですね、和住のあのペットボトルで送られてきた稚魚ハリコですよね。ハリコが、ね、今から1ヶ月ぐらいになるんかな、もうなりますか、それぐらいね経過するんですけど、今成長具合どれぐらいね育ってるのかという動画、はい、あとはちょっと横見もね見てみたいかなというふうに今回は思っています。リアルは果たしているのかっていうね、リアルロングフィンちゃんといるのか、オスメスちゃんといるのか、あと、まあまだ産卵してないのかな、するのかな、もうギリギリのところまで今来てるような気もするんですけど、あとは加温ボックスの方ね、ほぼ冬から水替えしてないんですよ。なのでそろそろねリセット、夏になっちゃうんでリセットしたいかなと思います。掃除をねして、でそうだな、どういう風に使うのかって今ね考えてて、今加温ボックスの中に60のトロ舟入れてるんですよ。それを取って全体をもうね全体で何か1種類飼育するのか、それともトロ舟1個ぐらい置いて、あと、ね、まあ2種類でこう増やしていくのか、今考えてるんですけど、どうしようかなと思ってちょっとなんかやってみます。まだどういう風にねするかっていうのね、はっきり決まってないんで、まあ、掃除しながら決めていきたいかなと思います。成長具合見てみるぞ。はい、すくってみました。尾びれの形、大きさとかそういうのはちょっと置いといて、置いといて、リアルが何匹いるかなと思ったら、ここに1匹、これはいいじゃない、2匹、3匹、4匹、4匹はいますね。なんとかなりそうだ。なんとかなりそうですよこれは。まあ成長してこんな感じにね育ってきてますけど、またミジンコが主張してますね。一番目立っちゃうね。まあまあでもここまでね成長してきて本当まあ安心です。1,2,3,4,5,6,7 やっぱ8匹ですね。はい、10匹いたのでやっぱ2匹落ちたんですね。最初ね4匹落ちたかなと思ったけど、前回ぐらいか気づいて、あれみたいな、折ったんだみたいな感じでした。はい、まあ1ヶ月でこれぐらいまで成長しましたんで、こっからまたねもうちょいで産卵するんじゃないかなと思います。はい、じゃあもうちょっとねこの成長をね見守っていきたいかなと思います。はい、どうだったでしょうか。和住大きくなってました。かなりね大きくなってたし、リアルが3匹いましたね。4匹かなと思ったらどうやら3匹かなという感じですね。まあざっと見たんで、はい、まあとりあえず全種類というか、普通体型のオスもいるしメスもいるし、リアルのオスもメスもいました。なので一安心です。はい、かなり急成長したんだなというふうに思います。はい、で一応ね掛け合わせ
いろいろね、またね、やってみたいかなと思ってるんで、和ズミと何かをね、かけたいですね。はい。もう、まあ、自分のオリジナルのリアルと幻想のリアルですね。そこともかけてみたいし、うん。まあ、いろいろやってみたいかなと。なんか、楽しいですね。うん。すごい楽しみが増えたかなと。和ズミの、その、なんていうか表現ね、あれがね、いろんなところで発揮されてくるというふうに予想されますんで、来年なんかいろんなね、上積みからのこう派生したメダカたちがすごいいろんな種類が出てきそうなね気もしますんで、そこをね皆さん今年の、もう今年出てくるかな、うん、そこをね注目しておいてください。もう値段もバン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 多分ね上がってくると思いますんで、早めにね、うん、和ズミ手に入れといて、自分でいろいろね作ってみてはどうでしょうか。あー、この辺でドローンします。メダ家族ドエシタピアヨン、23日からアムロ山口に向かいます。